漢中をめぐる争いは帝軍山を制した劉備の勝利に終わった。一方で劉備と連動し合肥を攻めた孫権の動きは不発に終わる。勢いを増す劉備と膠着を続ける曹操と孫権、魏、呉、蜀の三国の帝立は新たな局面を迎えていた。劉備はこの流れに乗じ帝立の要地慶州からの北上を画策。義弟関羽に葬儀の防衛線の要である繁盛の攻略を命じた。軍神の意味をそのままに繁盛を猛攻する関羽、疲弊する義の将兵、もはや敗北は時間の問題か。起死回生を図らんと兼任する曹仁と報徳。そこへ歴戦の優勝右近の軍が到来する。葬儀の将士は苦境の城に外貨を上げることができるか。着物は逃亡兵と同じ。その刑が何たるかお前たちでも知っていよ。金将軍だ。おるよ、下手な敵よりよっぽど恐ろしい。右近殿、援軍感謝する。危機に及んでの情は軍機を乱す。厳然たる事実は受け入れさせてこそ。これより先は私の策にて。よろしいな。敵はこの繁盛を水で落とす策を取った。ならばその水と祈祷をこちらのものとする。関浦職軍を引き込み、しかる後水で制す。報徳、お前は陽動だ。敵を引きつけ、時が来たら城へと誘い込め。承知した。その間に私と曹仁殿は水を整える。遅れはすなわち報徳の死となろう。うん、速やかに手はずを整える。では準備ができた者から出撃を。右近殿の策はいわば守るための構成。守りに徹した自分には立てえなかった策か。まさにこの窮状を打破する最善の一手。この総司功も鬼となって前進せん。それがし領衆より葬儀に下りしも、ゆえに先行を立て皆の信を得ねばならぬ。陽動の任、まさに好機。宝黎明、不退転の覚悟にて臨まん。開門します。ご武運を。我が役儀は心得ている。右分足、出るぞ。呉は日和にし、蜀に組みしている。急場ゆえ蜀の三段を把握していない。まず呉を城へ引き込め、蜀の水系を再現。この後逆に敵を水に沈めるのだ。厳罰にさせる。三代孫武のため我らは今一度蜀と組む。目指すは繁盛、基本陣。みんな進め。Yeah!
策する。策には策で対するのみよ。その首もらい受ける。いざ。これぞ武の神髄。父上と今後の動きを相談してくる。観察たちは水門を見張っていてくれ。水門の職軍は手薄となったか。城内の五軍は放置、水門のダッシュに向かう。水系は中止になったみたいだね。じゃあ繁盛にいる五軍に加勢するよ。
カにしているのか。我が制裁を受けよ。受けよ。
将討ち取った。その際捨てたものでない。我が制裁を受けよ。神妙にせよ。体勢は覆らぬ。覚悟せよ、軍神。軍神の娘たちに当たって砕けます。動きの反応だ。また相まみえようぞ。ウキン殿、宝徳殿、貴殿らの奮戦、この宗師公、感謝の言葉もない。死の本分を果たしたまで。切儀なき職が脆くあったからこその勝利を。関羽は幕城で軍を立て直すであろう。そここそが決戦の地か。